ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、野球解説者の柴田勲です。まあ、僕のね、あの野球の原点というのは高校野球なんですよね。古い話ですけども、初めてテレビで見たのが王さんのノーワインドアップ、当日、まあ、その王さんのノーワインドアップを見て、あ、俺は将来甲子園に出たいなって言って、王さんを見て思ったんですよね。じゃあ法政に行ったら、もしかしたらレギュラーになったら甲子園に行けるんじゃないかなって言って、甲子園に行って、あの法政2校に入って甲子園に行って、まあ本当にラッキーなことに、まあ、35年の夏の大会と36年の春の大会と優勝させてもらって、それでまあ巨人に入ったんで、プロに入って、まあ高校生で初めて開幕投手は務めたんですけども、まあ、すぐまあスイッチヒッターに転向して、それでまあ早く僕が転向したおかげでね、こうやって王さん長嶋さんたちと一緒に、巨人軍の黄金時代ですかね、まあ、V 級を経験させてもらった。まあ、実際に巨人軍に入ってプレーをして、まあ、川上監督の下で長嶋さん王さんたちと一緒に V 級やったって、これはね、そういう時に一緒に9連覇の仲間に入れたっていうのは、やっぱり野球をやってた誇りかな。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。